前が次の相手、ボルゾイのレーサーか。ボルゾイ知らねえな。ならグランプリレーサーか。お前が俺のことを知ったところでどうする。そうか、ボルゾイのレーサーでなければ、せめて泣かした相手の名前ぐらい覚えておいてやろうと思ったんだよな。お前が俺を任すだ。冗談にしては上出来だ。雑魚が一発の口を聞くじゃないか。雑魚はどっちかな。レーサーの実力も見抜けないような奴が私に勝てるとは思えないけど。ほう、いい度胸だ。運よく勝ち進んじまったせいで、てめえの実力を勘違いしちまったみてえだな。それはこっちのセリフだ。レースが終わればお前もそんな口は聞けなくなるさ。雑魚は雑魚なりに吠えるってな。面白え、格の違いってやつを教えてやるぞ。そうだな、私もこんなところでお前と無駄話をしているほど暇じゃない。さっさと始めようか。時間に触る野郎だ。潰してほしいみてえだな。バトルレースなら私も得意だ。仕掛けたいなら勝手にしろ。もっともファイアースティンガーに追いつければの話だけど。悪いが俺は手加減できねえたちなんだな。吠え面かかせてやるぜ。上等だ、相手になってやるよ。どうやら威勢が良かったのは最初だけだったみたいだな。くそ、やっぱりてめえも他の奴らと同じだな。遊びでレースしてる奴らには一生俺は倒せやしねえよ。違う、私はそんな気持ちでレースをしてるわけじゃない。こう、何が違うんだ。私は復讐のためにレースをしてるんだ。他の奴らと一緒にするな。復讐だ。言うことだけ立派な割には実力が追いついてねえよ。く
何にせよてめえが誰に何をしてるのか知らねえが、次に会うときはもう少し口の利き方に気をつけるんだな。次はてめえか。貴様、なんだ、そんなに驚くこともないだろ。俺がこんなとこで負けるとでも思ってたのか。お前もせっかくここまで来たのに運が悪かった。ここで俺に負けるか、それとも尻尾を巻いて逃げ出すか。サービスだ。どっちでも好きな子を選ばせてやるよ。バカバカしい選択だ。運が悪かったのはむしろお前の方だ。俺のトライダガーは今最高に調子がいい。お前がどんな汚い手を使おうと、俺がお前に負けることは絶対にありえないぜ。俺が汚い手を使わねえと勝負できねえみてえな言い草だな。ここにはオフィシャルもいない。貴様がアディオダンサーを使うにはもってこいの舞台だと思うな。チッ、相変わらずムカつく野郎だぜ。心配すんな。アディオダンサーを使わねえでも、てめえも他の奴らと同様きっちり仕留めてやる。覚悟しな。お前がここまでどうやって勝ち進んできたかなど聞くつもりはない。だがお前がたとえどんな走りをしようとトライダガーには通用しない。覚えておけ。どうやら俺に駆られる方を選んだらしい。ならグダグダくだらねえこと言ってねえでマシンを構えな。俺は俺の走りで貴様を倒す。勝負だカルロ。そういうセリフを聞くとヘドが出るぜ。ここで消えちまいな。どう？やっぱり運が悪かったのはてめえの方だったようだな。人の忠告は素直に聞くもんだぜ。まあそれでも今までやってきた奴らの中じゃてめえが一番まともだったぜ。
ここまで来れただけでも運が良かったと思うんだな。雑魚続きでどうしようかと思ってたところだ。ちょうどいい退屈しのぎになったぜ。アバよ。すまん、次郎丸。